本のコーナー。ようこそお越しいただきました。初めてフライヤーさんにやっと来られました。そう、フライヤーで今日は撮ってますけど、はい、はい、今日のゲストは桑野舞さんです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お会いしたかったです。この間麻婆豆腐を一緒に食べましてね。そうですね、まさかの一方的に本は読んでいたんで、存じ上げていたんですけども、数年越しにお会いすることができた。そっか、数年越しってことですもんね。そうですよ、これだと結構初出版の時からお世話になってるから、2018年。そうだから4年5年ぐらい前に一方的には知ってたわけです。いやー、よかったよ、お会いできてありがとうございます。はい、ということでこういう話し方の本をたくさん出されてる。そうやって紹介されるとはちょっとプレッシャーですね。桑野さんですけど、これが最新刊ですね。また会いたいと、また会いたいと言われる一流の話し方、発売中になっておりますけど、はい、これこの間もちょこっとその麻婆豆腐の回でもお聞きしたんですけど、もともとこうなんか話し方の先生になろうっていう形で独立したわけじゃないって聞きましたね。いや、そうなんですよ。なんかまさに4冊とも話し方がついてるので、話し方の先生と思われるんですけど、決して話し方のプロというか、まあ結果プロになっただけで、もともと全然目指して。どうしてこうなったわけですか？いや、本当にどうしてこうなったんだって感じなんですけど、まあ結局やっぱりタイトルは話し方なんですけど、まあやっぱり別に話が上手になることがゴールなんじゃなくって、それを磨くことで、手段の一つとして磨くと人間関係が良くなるとか、仕事で成果が出るとか、人と仲良くすぐなれるとか、そういうことに必要なツールなんですよね、話し方って。だから、話し方が上手か上手じゃないかで結構なんかね、他が良くても差ついちゃうよみたいなことがあるってことですね。そうですね。私は今までのその人生とか仕事柄、人とすぐの短い時間で仲良くなるとか、短い時間で信頼してもらうっていうのが求められてた仕事だったので、結果的に話し方が磨かれたということでオファーが来るようになりました。なるほど。でもなんか一回ご飯食べただけでも。コミュニケーションの塊みたいな感じがありますけど、生きるコミュニケーションみたいな感じが歩く感じがしますけど、これどうやって身についていったものなんですか？あ、でも今思えばなんですけど、もうその社会人になる前の話ですよね。もう言ったら私一人っ子なんですよ。兄弟いなくって、で両親そのなんですか、私の今30代後半なんですけど、まだね一人っ子って少ない時代だったんですよ。あ、そうかもしれないですね。もうちょっと兄弟が、まあ同世代ですね、私たちね。兄弟が基本いる中で、私一人っ子で、両親が結構早いうちからなんか一人っ子イコール恥ずかしがり屋とか、コミュニケーション苦手になっちゃうみたいに思ってたらしいんですよ。で、実は2人、両親はそんなコミュニケーション得意なタイプじゃないんですよ、しかも。そうだからすごいスパルタ教育だったんです、子供の時から。え、どういうこと？今思うとちょっとやばいんですよ、時代的にはちょっと大丈夫かなって感じなんですけど、本当子供の時、例えば父親の会社のテニスコートに日曜日連れて行かれます、川崎にあったんですけど、で父親がテニスしてるじゃないですか、会社の人と。その間私は本当は敷地の近くでできないけど見てたりとか、なんかぼーっとしたりね、してたかったのに、父が一人で下にある公園に行ってこいと、その地元の、私は私の地元じゃないけど、そのテニスコートの地元行って勝手に誰かと友達になってこいと。すごいですね、それ。そう、だから親の目を離れるっていう小学生の低学年とか。まだ幼稚園ぐらいの時、今だと危ないですよね。友達を作ってこい、勝手に一人で遊んでこいって。すごいですね。ここで大人たちってみんな可愛いまいちゃんって来ちゃうじゃないですか、その上司の娘だし。そうですね。そうだからこんなところに甘やかされちゃダメだって、一人で私行ってこいって自分で探せと。すごいですね。野に放たれてた。え、それで作ってたんですか、友達？作ってました。みんなは友達ですよ、その辺住んでる子だから。おばあちゃんと一緒にしてたら、お母さんと来たりで、いきなり私が「ねえねえ遊ぼう」って行くんです。すごいですね。そうそうそう、英才教育ですよね。海外旅行とかレストラン、今日本のファミレス行ってもお手洗いとか、なんか聞くのは全部私がやんなきゃダメ。あ、なるほど。話しかけるのはやれと。ママパパってやっちゃいけないって教わって、自分で聞けと。そう、自分で思ったこととかやりたいこととかは自分で人にコミュニケーション取りなさいっていう英才教育をすごい受けていたんですよね。すごいじゃないですか。もうそこでじゃあもうリアルコミュニケーションを磨き磨きに磨いたと。そう、実はそうです。ちっちゃい時からそういうことにチャレンジはさせてもらえる環境でしたね。じゃあもう本当緊張することはないですか？知らない人に会って。あ、今はないです。今はないですね、さすがに。当時はあって、それが磨かれて、はいはい、緊張感がなくなっていったという。そうそう、だからもう数をこなしてというか、まあ、結局恥ずかしがってコミュニケーション取らなくて辛いのって自分じゃないですか。まあそうですね、習い事とかもやってたんですけど、馴染めないと自分が苦しい。毎回苦しくなっちゃう。そう、なんか話しかけるの待っちゃったりとかすると、結局馴染むまでに時間がかかるってことは、苦しい時間が本人に増えるので、はい、あ、なんかもう行っちゃった方が結局楽なんだなみたいな、そんなのはなんか実は子供の頃から学んでた気がします。なるほど。それで磨かれ、今に至る。今はもう教える立場になっちゃったという。あ、そうですね、親に感謝ですね。なるほど、はい、で今回の新刊、また会いたいと言われる一流の話し方、はい、これはどんな本でしょうか？あ、こちらはですね、はい、あんまりね、好きな方嫌いな方いると思うんですけど、はい、フォーマットとしてはちょっとこう一流二流三流みたいなところがありまして、はいはい、まあその何個全部で47の秘訣って書いてあるんですけど、まあ、こうちょっと場面だから日常と、まあ、あとビジネスプライベート問わずシチュエーション別にですね、また会いたいとこう言われるような一流の人はどういう行動というか、どういう言葉を発しているのかとか、どんなふうに人と距離を縮めてるのかっていうのをシチュエーションに分けてこう書かれた本になってます。なるほど、また会いたいポイントですよね。だから、はい、ね、社会人を長くやっているけど、やっぱ2回会う人、ね、1回会う人ばっかりですもんね。それは本当コロナ禍で特にそうかもしれないね。なる人、はい、ここに選ばれるかどうか、はい、大事ですね。言われてみたら確かに1回が多いですね。社会人って本当1回は会えますからね。1回は会おうと思ってたよりは、まあ形式的に会ったって感じですね。形式的に会った。もう1回ちょっとあの人となるかどうかは大きいですね。それは確かに人生変わるポイントかもしれないですね。はい。それでですね、この桑野さんの本をいろいろ読んでいると、まあ話すっていうのは自分からこう話す話ですけど、まあ、コミュニケーションだから結局話す聞くのキャッチボールで、意外とこう聞く方できてないんじゃないか説、これが結構にじみ出てると思うんですけども、そこは結構ポイントですか？そこポイントですけど、もうだいぶ話してから聞かれるとあれ聞けてたから、いや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 ついついちょっともうね、仲良しになっちゃったからあれですけど、そこポイントなんですね、はい、やっぱりそうなんですよ。やっぱ人って、まあ、見ていただいてる方もそうだと思うんですけど、はい、まあ、今回もこれ本のタイトルが話し方じゃないですか、はい、だからみんな話すことに関しては関心があるんですよね、はい、恥かきたくないとか、ちゃんとしてると思われたいって。でも聞き方っていうのを習う機会がないっていう。聞き方習う機会ないですよね。だって話すのは話し方だけど、聞き方ってうんうんうんってはい、どうやって習うのっていうところがあるから。そうなんですよ、スキルなのかってとこもあるし、聞くってなんか意外と見落としがちなのが聞き方 でさっきのお話したんですけど、まさにこのなんか例えばその社会人で一回会った相手、はい、でじゃあ第一印象とかこう印象ってあるじゃないですか、はい、あれが私たちってこうついつい話す方でいい印象を持たれようとしちゃうんですけど、例えばなんか4人とかご飯食べたり会議したりすれば、はいはい、あの話す時間は単純計算4分の1なんですよね。出た、そうだ聞く時間が4分の3あるんですよ。確かにそうだ、みんな話す時はこうでね、ああだねって頑張って話しても、笑顔で話してもかける3倍の時間、うん、へえってスマホ触るとかやったら、残りの3人の声の印象ってそっちで決まっちゃってるんですよね。なるほど、そうなんですよ、感じ悪いと。そうだから全然話してた時の生き生きさがなんならマイナスに働くっていう、はいはい、全然この人興味ないじゃん人の話にって見えちゃうんですよね。でそこをどうやって聞くかが大事っていうことですね、はい、今日はその中でですよ、はい、今日はちょっと分かりやすいのを教えていただきますけど今日のテーマは、はい、話し方の桑野さんですけど、はい、聞き上手になれる鉄板の3フレーズ、これをちょっと教えてもらいたいなと思います。すぐ使えますもんね。やっぱ知りたいですよ。やっぱうなずき方とかだとちょっと高度すぎません？はい、顔の作り方とか、まあ、あると思いますよ。あると思うけど、ちょっと高度すぎるなと思って。あでも実際それで、ちょっとこうわざとらしくなっちゃってる人いますもんね。ね、なんかやたら聞く時だとすっごい口角上がってうなずいてる人とかいるじゃないですか本当に聞いてんのかなこの人みたいな。あとなんですけど心理学のあれでなんかミラーリングみたいなの多分習ってあ同じこと言ってくる人ね。そう、あとこう私がこうやって話すと向こうがこうやってやってる人がいて、いやすごいやりづらいやりづらいと思ってそうですね、言葉であえていきましょうということで、言葉でいきたいと思います、はい、じゃあまず1つ目お願いします。はい、あの別に重要な順とかじゃないです、はい、あの順不同なんですけど、はい、あうまいなって思った人のフレーズですね、はい、ちょっとあ手を挙げてあちょっと聞いてもいいですかおみたいに一言聞く前に聞きますよっていうのを入れてくれる人ですね。ちょっと聞いてもいいですか気持ちいいかもしれないですね。そうなんですよ、こっちも聞かれることにこう、心の準備ができるし空気が作られるんですよね、はいはいはい、ちょっと聞いてもいいですかとか、あ質問1点してもいいですか、はい、とかあともっと短かったらあちょっといいですか、みたいな感じで少しその質問する前に一言言ってくれるっていう、俺は興味あるんだぜ感もありますもんね。あそこも伝わりますよね、うん、それやっぱ使えますか。上手い人ってそれ言ってるなと思ってっていうのもなぜかというと日本人ってなんか空気読む人多いじゃないですか、はいはい、だからなんかこう聞くっていう時もあんまりこの空気を壊しちゃいけない流れを止めちゃいけないみたいに思うからうんはいはいみたいな相槌おとなしい相槌が続くみたいな、はいはい、そうで何か言わなきゃと思って今度話し出しちゃうみたいな、なんならで会話泥棒しちゃうみたいな、はい、そうか多分その気まずさからそうなる人が多いのかなと思った時に、この「あちょっと聞いてもいいですか?」とか「質問してもいいですか?」っていうのは空気をちょっとこう、壊すというよりは作る、はい、新しく作りつつ結局喋るのは相手なんですよね。そうですね、質問するんで、確かにそうだからすごいそういう人は上手だなと思う。気持ちいい空気を作れるってことですね。そうなんですよ。割と結構突然バーンっていっちゃっていいんですかそれは。なんかちょっとね雰囲気バーンって一回しちゃうかなみたいなのはあんまり恐れずに。あそうそう恐れずに恐れると思うんですけどでもなんかこう「あのー」って始まるよりも「はいはい、あちょっといいですか?」って言われると向こうもなんか「はい、はい、どうぞ」っていう空気に、ね、そうそうちゃんとこう了解を取るじゃないですか。質問するよとか今ちょっと一瞬ちょっと空気変えていいですかっていう。はい、そうだからなんかいきなり空気壊すよりはこの一言断りを入れるっていうと日本人にも割とこうなんですかねやりやすいかなって思ってるんです。じゃあちょっと勇気を出して行ってみようと、はい、そうですいうことですね。しかもそうさっき井出さんおっしゃったようにすごい興味あるんだなって聞いてくれてるな感がある。それはありますね。そうぶっちゃけ聞いてなかったら質問ないですもんね。あそう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 、ね、いきなり本当に俺は聞いてるよとそう聞いてたから湧いて出てきた予感もありますよね。確かにそうなんです。使えるかも。そうです。すみません。おすすめですか。いいですね。では2つ目。2つ目お願いします。これはですね、結構上級者っていうか使ってる人いると思います。そもそもっていうフレーズですね。うんうん。そもそもね。はい。これは。これも結局相手の話を聞きながら、はいはい、なんかこう聞こうと思った時にそもそもってことはこうなんていうんですかね、きっかけを聞くようなことだったりとか過去とかに振り返るような言葉だと思うんですよ。そもそも何々に例えばラーメンに興味を持たれたきっかけって何だったんですかとか相手がこういろいろ話してくれてるけどちょっとついていけなくなったりする時もあるじゃないですか、はい、なんかもう本人のペースになっちゃってるっていうでじゃあそもそもそれを好きになったきっかけ聞いてもいいですかとか、はいはい、そもそもサザンってなんか桑田さんが好きなのか曲が好きなのか何が好きっていうのあるんですか、はいはいはい、みたいな感じでその人の原点を知る質問になるんですよね。そもそもってそうだから深掘りをするというか過去に振り返ったりとか、うんうん、あと聞き手的にもちょうどなんていうんですかね、聞きたいことが聞ける、はいはいはい、いきなり本人のマニアックな話に行っちゃったりするときに、そもそもちょっと聞いてもいいですかっていうことでこっちとこう目線を合わせた会話ができるんですよね。レベルが合わせられる。ゼロに戻って話を聞こう。あ、そう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 。ちょっと私も分かることで教えてっていう感じになるじゃないですか。だからそもそもっていうのは相手に質問してるけど実は自分のペースに持ってきている質問だったりします。おー、なるほど。じゃあちょっと賢いんだ。少し賢いやり方かもしれないですね。そもそもあるかもしれないですね。何かあったらちょっと深掘りする感覚、そもそもこれってとか、そもそも何が好きなのかなとか、そもそもライブとかよく行くんですかとか、結構便利なフレーズですよね。確かにですね。サモさんもあるかも。はい。では3つ目。3つ目。はい。これもですね、近い、ちょっと2つ目に近いテーマになるんですけども、はい、何かこだわりってあるんですか？こだわりってあるんですかね。はい。なんかこうこだわりとかポイントとかでもいいんですけど、相手が話してることに対して、これもちょっとかそもそもと似ていて、はい、ちょっとよくわかんないなとか興味がなくなってくる時ってあると思うんですよ。はいはいはい、ってなった時に、何かこうそういうもの選ぶ時のこだわりってあるんですか、はいはいはい、とか好きになるアーティストのなんかこだわりとかポイントって何か共通するものってあるんですか、はい、なんていうふうにその人の価値観を知ることができるんですね。はいはいはい、で価値観って、そのしかもこのこだわりの価値観なので別になんか聞いてて嫌な気持ちになることはないし、そうですね、反論したくなるわけでもなくって、はい、シンプルにその人の価値観を聞いても揉めないんですよね。このテーマってこだわりって、こだわりなんか聞くのかって人はいないですもんね。そうそうそう。で本人もちょっとなんかあるかなと思って考えさせられたとしても結構言えるというかで、何かを例えば、ね、うちの夫と井出さんだったらこう時計が好きじゃないですか、はいはいはい、で私も夫に聞いてないな聞いてないけどなんかこう自分は全然時計とかに興味がないとしたら、はいはいはい、興味がないけど興味がある人に話を聞くって時にはこだわりとかを聞いちゃうと、意外となんか納得いったりするんですよね。その時はどの辺にこだわって買ったんですかとかってことですね。そうそうそう、はいはいはい、専門用語とか言われたら確かにちょっとまた分かんなくなっちゃうんだけど、はいはい、なんかこう、ね、こういう時とこういう時に両方使えてとか付け替えがベルトができてとかって言われると、はいはい、それってじゃあ私のこういう時こういうとこ、ね、買う時のポイントと意外と似てるんですね。あ、なるほど。なんていう風に共通点が、ね、そう見つけられたりする。あ、なるほど、そうか。そうそう。じゃあ膨らませるポイントだ話を、ね、深掘りもできて価値観も知れる上に自分との共通点まで見えやすいこう広がりも見せられる、はい、質問ですね。これそもそもとこれダブルでいくとなかなか広がりあるかもしれませんね。そうだからもうここ聞いておけば相手も嫌な気持ちがしないし絶対に雰囲気が良くなるっていう、揉めないで済むっていうのはあります。なるほど。ぜひ。ちょっとためになっちゃいましたね参戦なるほどの話しなくて大丈夫でしたか？なるほどの話聞きたいです。これこの本に書いてありました。プラスアルファでね、はい、せっかくなら新入社員が確かにあんまり使っちゃダメよワード結構トップかもしれないっていうのがよく見ますけども、そうなんです。なるほどでも結構出ちゃいますよね。もう不意に出る言葉になりましたよ ね正直私たちぐらいの世代だと、はい、悪気がないんですよね、なるほどって。でちなみによくなるほどって良くない、ビジネスで使っちゃいけないって言われる、はい、そもそもの理由として、はい、上から目線というか評価をしてる印象があるっていうのが理由なんですよね。そうですね、分かってるぜみたいな雰囲気になっちゃうからね。だから学校の先生と生徒で考えたら学校の先生がいい話した後に生徒たちがなるほどって言ったらおいみたいな、はいはい、なりますよね何言ってんだってことじゃないですか、はいはい、だから上からっぽく聞こえるんですよ。だからよく上司に対して例えば新入社員とか部下がなるほどなと思ってもなるほどって言うと失礼になるっていう話ですよね。そうだけどさっきも言った通り私たちぐらいの世代はもうあんまり気にならないんですよ、なるほどが、はいはい、気にならないってことはどういうことかと出るんですよね。出ますよねそうそうそう、私たちの間でも出ると思うんですよ。なるほどってなるほどって出ますよね。そう、悪気ないんですよね、はい、だからポイントとしてはなるほどプラスアルファちょっと私提案をしてます、要するになるほどは出ちゃっていいと思うんですよ、はい、出るんで世代的に。だけど評価しているとか表面的になるほどって言ってるって思われなきゃいいだけ、はい、だからなるほどそういうことだったんですねとかなるほど初めて聞きました、学びになりました、はいはい、なんていう風になるほどプラス感想にしようと、そう思ったことは言おうねってことですね。プラスアルファの感情の一言を足しちゃえば、はいはい、なるほどが失礼に聞こえなくなるっていう裏技です、うんうん、なるほどね。だから、はい、今もなるほどねって言っちゃったけどなるほどのなんつうんですか、便利すぎて、そうですね、薄いなるほどから濃いなるほどまであるから、なるほどだけだと薄く捉えられる可能性も大いにありますよね。そういう時も使うじゃないですか、正直相槌としてですね。なるほどって思ってないけどなんかなるほどねっていう軽い返事もできちゃう。そこにちゃんと思ってることを言うことによって失礼にはならないよってことですね。そうです。上からっぽくならなくなるので、なるほどって出たらなんか2秒ぐらいの間を置いてさっと足してもらえると。感想を足しましょう。なるほど、それは本当に思います。あ、そう、そんな感じって感じですね。そうです、上手。なるほど、はい、なるほど、本当によくわかりました。そうです、こんな感じです。まさに。ということで今回は聞き上手になれる鉄板の3フレーズなんですけども、やっぱね、話すと聞くはセットですから、どっちかだけできててもダメなんだなってことですよね。つながってるってことを理解できた人が早いでしょうね。はい、結局。ではちょっと告知を。あるんですね、その時間あるんだ。一番最新のね、本がこちら、また会いたいという一流の話し方ということで、結構まだ書店さんでも大型展開がねあったりするので、もしよろしければ、これパッと見ね女性向けっぽいかなっていう見かけなんですけど、意外と男性にも読んでいただいているそうなので、ビジネスプライベート問わず、また会いたいってシンプルなねこのメッセージに惹かれていただいた方はぜひ読んでいただきたいです。ぜひ読んでみてください。はい、ありがとうございます。はい、で、熊野さんには次回も出演していただくんですけど、はい、これ気になってますよ。桑野さんの選ぶしゃべりの上手な有名人ベスト3、次回これはテレビ見て必死に考えました。いろいろ見てこの人は参考になるなという方を、はい、3人挙げていただき、はい、その3人に学んでいこうという企画でございますので、楽しみです、はい、次回も楽しみに、はい、はい、ということでございまして、今日のゲストは桑野舞さんでした。ありがとうございました。そして私出隊長がお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。